こんにちは、たくみです。今回はシーラチョの海からこんなとこにやってきてます。This one, アライナ。東京。東京。OK, ズ。OK, バイ。ロー君か。ということで、いきなりこんなのを借りてますね。ゴルフカートですね。2時間でだいたい2000円ぐらいなんですけど、この子が車系運転するの初めてみたいで、超楽しみにしてましたね。この子がここに来たいと言っていました。OK。さあ、それでは行ってみましょう。あ、そしてまさかの電動ですね。電動の、わ、いい感じ。あ、有形な、初めての運転。女の子が運転するとこんな感じですね。あ、でもだいぶ運転慣れてますね。そしてここ動物園なんですけど、だいぶ自由度が高い動物園みたいですね。ちょっと後でいっぱい寄って見てみますが、ここ中島になるんですけど、もう柵もないのに野放しの猿がいっぱいいますね。はい、ということでポンちゃんが車で迎えてくれてます。いや、さっきバックしてたんです。あれ？バイ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 。さっき初めてバックしてたんですけど、いや、バックもうまかったですね。そして、このゴルフカート本当に調子いいですね。自由度も高くて速度もそんなにでかい出ないので、女性に任せてても安心ですね。さあ、初めての車系の運転、ポンちゃん正直後ろで乗ってるのも怖いですが、本人がすごい楽しそうで、本当にこれを望んでて、どうしてもここに行きたい、動物よりもゴルフカートに乗りたいと言ってたので、今めちゃめちゃ楽しいと思います。はい、ということで動物コーナー、もういろんな動物が入り乱れてますね。これダチョウですね。ダチョウがいて、なんかジャッカル系みたいなのもいますね。そして動物園といえばやっぱりキリンですね。結構本格的な動物もいてビビりますね。と同時に、すごい入り乱れてるタイのローカルな感じもいいですね。そこから順に猿とか、あっちにはバイソン系なんですかね、水牛系のものもいますね。すごい自由度が高そうで、本当に動物のびのびしてますね。はい、ということで早速休憩というか、軽食を食べようとしてますね。こんな感じで、こういうテーマパークにあるところ値段高そうなんですけど、実際そこそこ安いですね。バーガーとかもなかなか街では食べれないような安さの値段であったりしますね。どんなのが出てくるでしょうか。そしてすぐ後ろではもう猿狙ってますね。猿道を歩きながらこっちを伺ってるんですが、こんな近距離で猿がペットボトルの中のジュース飲んでますね。猿が目の前でこっちを知らないふりしながらめちゃめちゃ狙っていますね。そしてやっぱり人間たちからも追い払われてますね。めちゃめちゃバーガーを、いやパパ兄ポンちゃんのハンバーガーを狙う猿。そしてこの子はもう仲間についていけきれずに、ハンバーガーを諦めきれずに、やはり渡らずに知らないふりしてこっちに居座るつもりです、やっぱり猿賢いですね。人間にもバシバシフェイクかけてきてます。もうこっちが気づいてないと思ったらずっとハンバーガーを見てます。さあ、と猿の手伝いをしましょう。甲羅を狙っています。甲羅を狙っています。そしてフェイクを解けてきて、ポンちゃんが猿に襲われてました。いや、想像通りの出来事めちゃめちゃ楽しいです。いや、にしても、あ、猿に来てます、猿に来てます、猿に来てます。いいですね、ここ。何やかんやハプニングが起こる気配ばっかりです。こっちでやっぱり猿が狙っていますね。今タイの人たちが話してたんですけど、ポンちゃんのハンバーガーまだまだ狙われてます。はい、そしてポンちゃんも動物そっけのけで運転だけ楽しんでますね。いや、でも運転もめちゃめちゃ楽しいですね。沖縄のヤンバルを思い出すね。この森の感じは沖縄のヤンバルを思い出します。あとトイレとか食べ物も充実してて、何よりもう周りそこら中に大型動物がいるのですごい楽しいですね。そしてポンちゃん
変なところに行こうとしてます。これさっきのところに戻るんですけど、気づいてないですね。猿に襲われないように注意しましょう。前方に猿見えてきてます。バイ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 、行きやこうな。という停止ですからの、ちょっと最近日本でも話題になっている動物がいますね。行ってみましょう。バイバイ。多分ポンちゃんもこの動物見るの初めてじゃないですかね。クマがいます。超どでかいクマがいますね、うん、これ多分日本でシグマよりややでかいぐらい、めちゃめちゃでかいクマがいて、しかもこれ檻なんですけど、あそこに50センチぐらいのワイヤーが3本立ってるんですけど、もういつ襲ってきても釣れない状態です。まさに美女と野獣。さあ、そして走らされていたら、まさかの動物がまた来ました、うん、やっぱりちょっとタイはやっぱり動物王国という感じがしますね。トラです。そしてトラなんですけど、あのトラも柵が30センチぐらいのワイヤーですね。もうすぐ横に大型のトラがいます。大型のトラと美女、なんか久しぶりに見えて、うん、めちゃめちゃ嬉しいですね。そしてあのトラすごい雄大に歩いてますね、うん、ストレスなく散歩してる感じです。ということで今置いてかれたんですけど、ようやく追いつきました。この子が僕を置いて勝手に一人で行ってましたね。この暑いタイの気温の中走る羽目になりました。それにしても本当に絵になりますね。ここ自然も綺麗で、うん、動物に興味ない人でも本当におすすめですね。そしてこのゴルフカート4人乗りなんですけど、2人用のシート、後ろにも乗れるんですけど、すごいおすすめですね。特に、うん、タイの女の子バイク乗れる子意外と多いかもしれないんですけど、車運転したことが少ないかもしれないので、うん、ここら辺でなんとかデート、ここに来る機会があったらおすすめですね。女の子めちゃめちゃ楽しめると思います。はい、そしてタイといえばやっぱりこの動物ですね。チャーンです。チャーンビールでおなじみの象ですね。多分タイのシンボルの動物でもあるんじゃないでしょうかね、うん、今マイケンポンちゃんが初めての餌やり体験をしています。そして相当ビビってますね。ポンちゃんゾウに餌をやるの初めてみたいですね、うん、めちゃめちゃ楽しんでます。そしてポンちゃん結構人見知りなんですけど、うんうん、気分によっては、今横の家族とコミュニケーション取ってたんですけど、うん、人と話したりしますね。にしてもすごい迫力ですね、うんうん、そして園内こんなサファリバスも走ってますね。団体専用という情報なんですけど、そしてポンちゃんもだいぶ運転に慣れてきました、ね、ゴーフカートを取りに行って僕を迎えてくれますね。あれあれ、地震だ。そしてこのようにたまに僕を置いてきます。はい、そして今外国人のファミリーを逆一直行しましたね。国が How are you from? ジャパン。ジャパン。はい。そしてこの子初めて人を乗せたんですけど、いい感じでドライブしてますね。家族乗せてたんですけど、僕日本でも海外でもヒッチハイクでよく乗せてもらうことがあるので、こちらもできれば乗せれるときは乗せたいなと思って、逆ヒッチハイク、こちらから乗ってきますかとかよく聞きますね。はい、そしてこのポンちゃんがまた僕を置き去りにした後、優しさで戻ってきてくれてる図ですね。ということで、もう2時間近くこんな感じで全く動物も見ずにドライブ楽しんでますね。いや、でも僕も正直こっちでも全然楽しいですね。もう爆走するポンちゃんです。いや、それにしてもこういうゴルフカートもレンタルバイクとかもそうなんですけど、うん、男のかっこいいところを見せるために運転ではなくて、相手の女性に運転させる一択ですね。
いや、それにしてもゴルフカート密着できるのでいいですね。そしてすごいハプニングみたいなのもいっぱいあるので、こんな風に、ずっとドキドキ楽しめますね。女性もすごい楽しめると思います。はい、ということでボンちゃんが行ってしまいますね。すごく悲しいんですけど、このことずっとシーラちゃん旅行したかったんですけど、悲しいことに今日ポンちゃんが旅立っちゃいます。いっぱいなポン、I love you. Maybe not now.